王立絵画彫刻アカデミーは、絵画、彫刻の振興を目的として、1648年にフランスで設立された組織。以後150年間にわたって存続し、芸術家の教育方法の開発や、展覧会の開催など、美術史上大きな役割を果たした。また、歴史画を頂点とする古くからの絵画館を強化し、西洋絵画の制度化を推し進めた。 17世紀のフランスで芸術家が活動するには二つの道があった。一つは同業者団体である画家、彫刻家組合へ所属すること。もう一つは王室や有力者と関係を結んで直居上を得ることだった。画家、彫刻家組合の結成は14世紀に遡り、仕事の配分や土手修行の管理で大きな権限を振るうようになっていた。16世紀半ばには、 規則を厳格化して、新山者へ門戸を閉ざす傾向が強まったため、画家や彫刻家を目指す若者は、新天地を求めて、イタリアへ赴くようになった。その頃、イタリアでは、徒地修行の枠外で、比較的自由に計算を積むことのできるアカデミアデル。理性女や、セールカーアカデミーといった組織が、志願者を受け入れていたためである。17世紀に至ると直居状を受けて活動する。 芸術家が増大し始めるが、画家、彫刻家組合は、自らの権益を守るため、再々にわたって、直居上の発行に抗議したり、裁判に訴えるなど、直居上を受けた画家への締め付けを強化していった。これに対して、直居上の画家たちの反発と、自分たちの利害を守る団体の設立欲求が高まってゆく。シャルルルブランの肖像をこうした。 芸術家間の対立を背景として、王立絵画彫刻アカデミーの設立が動き始める。この動きを主導したのは、ニコラプスさんと共に、ローマへ赴いていた画家シャルル,ルブランである。ルブランは、美術愛好家だった、国務表情官マルタンとシャルモアの助力を得て、ローマのセールカーアカデミーに肩を並べる団体を、フランスに設立したい旨を表明する。シャルモアが作成した、 探願書は1648年2月に直居状を受けてアカデミーが発足した。これに先立ってフランス語の研究や辞書の制作、文法規則の立案を行うアカデミーフランセーズが設立されているほか、ルイ14世の申請が始まった後、舞踏アカデミー、碑文、文芸アカデミー、科学アカデミー、王立音楽アカデミー、王立建築アカデミーと設立が続いた。 新しく発足した絵画彫刻アカデミーは、会長に大法官セゲを、委員長にシャルモアをいただき、主要幹部として、ルブランを含め12名の芸術家が参加した。幹部の内訳は、彫刻家が3人、肖像画家が2人、残る7人が歴史画家だった。発足当初の会員は26名、発足翌月の3月には、ルナン兄弟など6名が、会員に加わっている。 発足当初、アカデミーでの芸術教育は、併設された王立絵画彫刻学校で行われ、12人の幹部が毎月交代で指導に当たった。絵の具の解き方や画布の貼り方といった基礎技術、初歩の素描については、アカデミー会員の工房に弟子入りして手ほどきを受けておくことが前提になっていた。授業は古典古代ルネサンス期の建築や、 人体の石膏像を研究することから始まり、人体を描いた素描きや、版画の模写、古代彫刻の石膏像の模写、男性裸体モデルの素描と進められた。また理論教育も重視され、幾何学、解剖学、遠近法、文学といった授業が行われていた。運営は、シャルモアなど、支持者による財政支援と、会員による会費、授業料でまかなわれ、 王室からの財政的な支援は受けていなかった。会員には、同業者組合の親方との違いを際立たせるため、講師にわたる品方向精査が要求された。宴会で騒ぐことや店を出すことも禁じられ、オネットムとして振る舞うよう求められた。アカデミーは、サンユスタッシュ協会近隣の指定に本拠があり、多くの生徒が集まるようになると、ドゥーブル街のクリソン館、パレロワイアルと移転する。 ジャンバティスト・コルベール発足後も、旧来の同業者組合が、独自の学校を設立して対抗するなど、両陣営の緊張関係は続いていたが、ルイ14世の申請が開始されると、ルブランを中心とする運動によって、王室付きの画家はすべて王立会が彫刻アカデミーに、所属する通達が、国王から出された。この通達を機に、アカデミーの組織も再編され、教授法、 教授から委員長へと至る役職の序列が整えられた。マタルブランが実質的な権限を握り、彼が王立ゴブラン製作所監督、国王主席画家の養殖について王室の仕事を配分するようになるとともに、アカデミーの地位も向上していった。アカデミー強化の動きを後押ししたのは国務大臣コルベールで、彼はアカデミーの画家たちに王室からの注文の独占、 展覧会への出品といった特権を与える見返りに、国王の栄光をた,たいて、絶対王政の確立を推し進めるための武器として、芸術を利用しようとした。まずコルベールはアカデミーに対する年金を4倍に増額し、また若手画家を対象としたコンクールや講演会、アカデミー会員による展覧会の開催、ローマでのアカデミーのフランス設立など、次々に改革策を進めていった。 とりわけアカデミー・ド・フランスは若手画家を選抜して旧非正としてローマに滞在させるローマ賞の創設で注目を集めた。このローマ賞はアカデミー解体後も1968年まで存続し長くフランスの芸術家志願者にとって最高の栄誉であり続けた。コルベールが開始した毎月のアカデミー講演会では国王のコレクションから選ばれた一点の絵画作品を 対象にして公開の講義と討論を行った。アカデミー・フランセーズが言語の領域で公的な規範整備を進めていたのに、習って資格芸術において公的な基準を生み出すことが目的だった。色彩論争のような絵画理論をめぐる重要な討議がここで行われたほか、歴史画を頂点として、肖像画、生物画、風俗画を回に置く絵画の序列化もここで進められた。 アカデミーは会員による講演会の開催とその講演録の観光とを通じて独自の絵画理論を浸透させていったがアカデミーの絵画館の革新が歴史画を頂点とする画題の序列という思想であるフェリビアン FR アンドレ・フェリビーンは講演録に付した有名な序文で生物画よりも風景画の価値が高く肖像画や風俗画はそれよりも さらに上位にあるが、最も価値が高いのは、歴史と物語を題材として、群像を描く作品、つまり、歴史画である、と述べている。フェリビアンは、さらに歴史画の中でも、偶意的な構成によって、物語の下に、偉人の美徳やけ高い意味を紛らせる手段を知る画家は、高貴さ、偉大さを獲得しており、大画家と呼ぶに値すると述べている。 アカデミーでは発足当初から会員の多くを歴史画家が占めていたのに加えてフェリビアンが宣言したこうした絵画館は歴史外の画量の増額や王室からの歴史画発注の優遇といった形で制度化されフランス美術の潮流そのものに大きな影響を与えていくフィリップ・ド・シャンパーニュ自画像1625から1650年頃 色彩論争は同じくアカデミーが行った講演会を舞台に会員同士が戦わせた論争を指す。絵画の成り立ちに画家の総意、素描、色彩という三要素が重要だとする伝統的な理論を踏まえていて、このうち絵画にとって最も重要なものは、スガキか色彩かを争ったものである。きっかけは1671年7月に、 フィリップとシャンパーニュが行ったティツヤーノに関する講演で彼はここで素描は魂を描くことができる重要な技術だが色彩の操作はより表面的な技術だと述べた。これに対して他の会員が同年11月に色彩の美点についてと題して反論を行い、以後シャルルルブランも参入してアカデミー全体を巻き込む論争に発展する。 論争の過程で素描派が、プッサン、色彩派がルーベンスを例にとって、議論を行うようになったため、素描派側を、プッサン派、プシニスツ、色彩派側を、ルーベンス派、ルーベニスツなどと呼んだが、ルーベンスもプッサンも当人が関わったわけではなく、両名の死後に起きた論争である。素描化、色彩化とする論争はすでに、イタリアで行われていたものだが、一般に、 フランスでの論争の背景にあると考えられているのは、社会における絵画の役割に対する思想の変化である。アカデミー創立メンバーであるルブランは、素描が現実を再現する役目を担うのに対して、色彩は、光の加減によって変化する、偶発的なものに過ぎないとして、精神と目、精神性と物質性、頭脳と手、規則とそうでないもの、といった二分法で素描。 色彩を対立させている。つまり、ルブランにとっては、絵画制作は知的な作業になるべきであり、できれば、社会を道徳的に導く存在となる必要があった。その背景には、画家、彫刻家が、フランスでは自由学芸の担い手ではなく、職人として、低く扱われていることがあった。フェリビアンがアカデミー講演録の序文で、 単に線をなぞったり色を置くだけの物体表現は手仕事に過ぎないと述べていたように知的操作を行う存在として画家、彫刻家を再定義しそれまでの職人の地位から知的にも社会的にもエリートとみなされる芸術家の地位にまで引き上げることは発足時のアカデミーの悲願でもあったのであるこれに対してすでに絵画が然るべき地位を獲得した時代にあって より若い世代の会員たちの間では、絵画が精神に訴えかけるものであるべきだとする主張は、すでに切迫性を失っていた。素描派、色彩派の論争は、両人営が自らの主張を踏まえて、公演と公演の句の観光を繰り返し、また、両派の主張を補強する、絵画論もフランス語に翻訳されたことから、結果として、当時の絵画理論を発展させた。最終的に、 自らも、ルーベンスのディーラーでもあった、色彩派のロジェ・ドピールが1699年、アカデミーの養殖について決着するが、その後も、この時期の論争は、フランス美術のあり方を議論する際に、しばしば引用されることになる。コルベール没後、18世紀に入ってからは、国家財政の逼迫により、アカデミーへの補助が急減し、展覧会の開催を除けば、 活動は低調になっていた。七百四十五年に、王室建造物長官の養殖についたルノルマンド、トゥルネム、リーノーマントでトゥアンヘムはアカデミー復興に着手し、空席になっていた国王主席画家にシャルル・アントワーヌ・コアペルを任命した、ほか王室からアカデミー画家への注文を増やし、さらにアカデミー図書館や若い画家の研修機関を拡充した。七百七十四年に、 王室建造物長官となった、ダンジビレ伯爵は、特に当時パリ公衆の人気を集め始めていた、風俗画や生物画に対抗して、あくまで早朝な歴史画の復興を推し進めた。王室からの歴史画の買い上げを増やし、さらには、アカデミー以外での作品の発表を禁止するなど、アカデミーの王権への従属を強めた。ビジェルブラン、自画像1790年。 ウフィッツイ美術館発足当初のアカデミーは女性会員を受け入れており、17世紀中には6人の女性会員が誕生したが、1706年から女性の入会は禁じられる。アカデミーでの教育が男性裸体モデルを用いた素描の授業を中心としていたため、女性の授業参加が不適切と考えられたとも言われる。 しかし1770年、上限を4名とする条件付きながら、女性会員を再び迎え入れる決定が出される。男性モデルを描く授業への参加が禁止されたため、古代、ローマや聖書のエピソードを題材とする歴史画からも女性は遠ざけられた。そのためこの時期の女性会員が描いたのは、ほぼすべてがアカデミーのヒエラルキーの中では会に位置づけられる。 生物画や肖像画である。しかし18世紀には、アカデミー以外の絵画史上も成熟し始め、経済的に成功した画家も現れる。1783年に会員となったビジェルブランは、18世紀では最も成功した女性画家の一人である。マリー・アントワネットの調和を受けて、肖像画家として徴用され、彼女が描いたマリー・アントワネットの肖像は、 衣装や髪型の最先端の流行を示すものとして大きな評判を呼んだ。作品に加えて彼女自身の美貌と再起ふれる会話は各国の王室や貴族で評価が高く、マリー・アントワネット・ナキアとはロシアやイタリアなど各国で作品を残している。王立絵画彫刻アカデミーはフランス革命後の1793年、他の書アカデミーとともに一旦廃止されたが、 1816年、アカデミーでボザールとして復興する。しかし、ロマン主義を主流とする当時の芸術家にあっては、もはや伝統的な規範の遵守よりも芸術家の個性が重視され、アカデミーに対する反抗機運も強かった。1880年のサロン風景王立会が、彫刻アカデミーは2年おきに展覧会を開催した。ほか、年に1日だけ。 ローマ賞受賞者の出品作を展示していた。最初の公式な展覧会は、パレロワイヤル中庭で1667年に開催されているが、以後、画家の負担が大きいことなどから、たびたび中断する。一方で、1692年にはアカデミーが持っていた美術品のコレクションがルーブルグーに移され、1712年からは愛好家に開放された。 1737年の展覧会は、ルーブルグーのサロンカレ・サロン・キャレで開催されたことから、サロンと呼ばれ、以後は、各年内し毎年開かれるようになった。サロンに出品できたのは、アカデミーの会員か準会員、または教員に限られ、1748年からは、アカデミー会員による出品審査が行われるようになった。展示室内では、出品目録を載せた。 公式の小冊子が販売され、革命直前の1787年には2万部が売れている。この年のサロンは6万人を超す来場者があったと言われ、サロンは美術ジャーナリズムや美術批評の誕生も促していくことになる。また、王権の庇護が縮小するのに伴って、新しい顧客獲得の場となっていく。ありがとうございます。